えー、皆さんこんこにちはレックキ・えーねえー、キャリアコンサルタントの学科試験対策国家資格・キャリアコンサルタントの学科試験対策統計資料スピードマスター道場これ初めてねあの私の方で撮らせていただきましたのでここのところのねちょっと紹介の動画の方をねこのあと短い時間ご紹介していきたいというふうに思います、えー、担当いたしますのはキャリアコンサルタント国家資格・キャリアコンサルタントのレックのねキャリアコンサルタント養成講座も担当させていただいております えー、小松と申します。よろしくお願いいたします。はい、あの実用と皆さんね、あのおそらく理論、キャリア理論とかカウンセリング理論とかね発達理論とかそういった勉強とかあと例えば倫理考慮とか法律とかっていう勉強はかなりされていると思うんですね。で統計関係のあの攻略ってすごく難しくありません。っていうのは。 情報集ってね協議から出てるいい、ね、資料集があるんですけどあれ別に問題くっついてるわけじゃないですしあの中でどれが出てるかっていうことに関しては意外とわからないということがありませんかね。いうことなんで私ちょっと一計をちょっと案じましてまあこんなものを作ってみたわけです。このスピードマスター道場の中で実は労働経済白書ねあのこういったところの問題を見た時にかつて労働経済白書どんなふうに出てるんですかっていうとこんなぐらい出てるんですね。 はい、でこういうねちゃんとその出題傾向とか見た上でこで論点というところも押さえていった上で何がすごく難しいかっていうとその皆さんねこうやってあの今回ねパート1パート2パート3っていうことで全部で15本の実はあの統計とか見てんですけどこの中では毎月更新されるものも毎年更新されるものもありそして3年とか5年に一度変わるものもありというもので本当に 様々で例えばあれですよねあの市販の問題集とか買ったところで何か何年か前の拍手のがついてたりとか分かんないというのがあると思うんですけど今回はねこうやって収録、ね、毎回のタイミングでやっていきますので最新の統計が取れると過去ももし皆さんが何らかのおで第1回とか第2回手に入れたとしてもその時に載ってる統計と今4年間経っちゃってますからその時の正解と今変わってる可能性があるっていうところがあるでしょ。 そういったものに関してもね今回のこの資料を使えば大丈夫というところになってきますで特にお時間がない方いらっしゃると思いますので例えばこの青いところねこういうところをしっかり押さえていただければいいんだよとかねいうところでこの講座の狙いとしては試験に出そうな大切な統計の内容をまあ五六時間かけてさらっと押さえちゃいますただざらっと押さえるんですけど大切なことは分かった気になるっていうんじゃなくてそこで実際に 解けるるようにななことなんですねだからその場でその論点に関して絡んでる問題をその場で解いていただいて知識確認していくっていうことになります。でこれだけの苗のものをやってますからこれやってることによってまななキャリアコンンサルティングの知識が入っていことになります例えば障害持ちの方ってどれぐらいの割合なのとかねで法律こんなのありましたよねとかそれと例えば ね、能力ってことに関して言うと能力つけるための研修ってオフ JT と OJT と自己啓発あったよねとかっていろんな話をするじゃないですか。ですんでそういったことによって他のところの復習もできるというところになっています。ですんで単に統計の数字を覚えると思えてくる思わないでください。私あんまり数字なの話してません。この統計がどんな意味を持って何と比べてどうなのかっていうところの特徴をお話しする講座だと。 いうふうふに思ってますので,ですので終わった後はキャリアコンサルティングのさまざまな知識がついて皆さんの身で本当の力がつくって点数も伸びるって見たことあるから試験見た時もうん見たことあるなって思いで自信を持って解くことができるここをね一つのゴールにしています。もちろんあのねあの勉強たくさんしなきゃいけないというところね一日ぐらいかかっちゃうというのはあるんですけどでも結果的に時間短縮になるんじゃないかなと思ってます。でですののの特にお勧めしたいのはあの あれですね、去年あの今年の3月ぐらいまでに学習を終えてしまってちょっとタイムラグが空いてしまってで新しい情報集出てるんですけど新しい情報集に対応できてないとかっていう方とかねあとそれからあの今年の3月の試験であの不合格になってしまった方その方があと1問2問3問取りたいという時にどう勉強してるかかんないいか分かんないという方とかを受けると非常に効果的なんじゃないかなというふうに思っています。 もちろんね、あの、このね、例えば7月とか8月に養成講座とか卒業された方、それと、あたらですね、えー、自分で自学されている方とかっていうのも一つ対象になってくると思います。この講座を受ければ50点満点で40点取れるという講座ではありません。ここは気をつけてください。あと、数問取れるというところを大切にしていただきたいというふうに思っています。ですので、最後の後押しというところで、このね、 えー、統計資料スピードマスター道場というのをお使いいただけるといいのかなと思ってますというところで簡単に講座の内容を、ね、お伝えしましたあとはぜひ解いてみてやってみていただいて力をつけていただきたいなと思ってます、えー、講座でお会いしましょう以上小松でした、ね、お待ちしておりますありがとうございました合格目指して頑張りましょう